やっと満開になった。最近ちょっと寒いし、でも満開ちょっと遅めかな。こんな感じの山で、山とは言っても道端、こんな道路際、藤がいっぱい。昔は藤を刈り取って肥料にしたり、藤鶴をいろんなものに利用したり、あとは林業をやるのに藤はちょっと邪魔だから切ってたから、今みたいに藤はいっぱいなかったらしいんだけど、今はもうほったらかしだから、どこでもかしこでも藤がたくさん咲いてます。綺麗。蝶形花、蝶の形の花。マメ科の花は蝶形花って言います。本当にマメ科典型の形して、やっぱりちょっと割りがけ、だいぶ花がヨレッとしてる。でもまだつぼみはある。リーエンブ、ヤマツツジ、ヤマツツジも満開。おしべが5本。ヤマツツジ、ヤマツツジは花色が2つあって、なぜか知らないけどオレンジ系のもあるのね。こっちはオレンジ系のヤマツツジ。もうこれも終わりかけ、満開だけど終わりかけでヨレッとしてる。鶴を漢字にしたりしたそうです。まあこの地方はそんなに雪ないから漢字にはしないけど、雪国ではね、この鶴が丈夫だから。あ、すごい硬い、すごい硬い。何かを縛ったりそういうのにも使える。硬い。この柳、黒梅もどき科です。で、向こうの方に筑波ネウツギが咲いてる。ほら、筑波ネウツギ、これは都会の街路樹でよくあるのね。街路樹って言っても低い植え込みで、筑波ネウツギよく使われてるんだ。満開、野生にあります。あ、綺麗。これスイカズラ科で、ターシャ・テューダーの番組でスイカズラって訳されてたんだけど、ちょっとあまり適切な訳ではない。つくばねうつぎの横にあるのは上水桜。上水桜は普通の山桜と比べるとちょっと樹皮が割と黒っぽい感じがして、その上水桜に藤が巻きついちゃってます。上水桜の花も満開だったのは1日だけで、次の日雨が降ってあっという間に終わってしまいました。小アジサイ、小アジサイはつぼみがついてきた。6月ぐらいになったら
薄紫の花を咲かせるすごい綺麗なアジサイ、ちょっとアジサイって感じの花じゃないんだけど、それが去年の花柄でもいい花。